ときついな。ごめん、本当にごめん。どうにもならない用事が入ってさ。いつかこの埋め合わせはさせてもらうから。で、今日はどこに行くんだい？いいよ、行こう。ハムスターの檻って小さくてなんだかかわいそうだな。そうだな、出してやりたいよ。なあ、もうちょっと時間あるかい？なんだかまだ話し足りない気分なんだ。よし、決まりだ。私がおごるよ、行こう。ああ、わかった。けど、お前も変なやつだよ。私なんかとこうして話してて楽しいかい？まあ私はそれなりに楽しいんだけどな。別に好きでも嫌いでもないよ。興味ないからね。へえ、そうかい。勉強より好きだよ。前も言っただろ。さてと、それじゃあ帰ろうか。まだちょっと話足りない気もするけど、また来ればいいか。別に喫茶店は逃げないしな。今日はなかなかいい線行ってたぜ。それじゃあ一緒に帰ろうか。高校演劇コンクールの全国大会に私たちの部も出場することとなりました。そこで今回の舞台の配役ですが、ヒロインは小田さんでいきたいと思います。それから今回の主役については。あなたがコンクールの主役ね。よかったわね。私、あなたと同じ舞台を踏めることが楽しみですの。きっと完璧な舞台が作れますわ。コンクールの優勝を目指しましょうね。では、すぐにお稽古に取り掛かりましょう。私に何か用かな。ああ、もちろんいいよ。喜んで。そうだったな、テストか。ま、別に心配してないよ。一応ちゃんと3年まで進級できてるからね。なんだい？ちょっと都合が悪いんだよな、その日はさ。この日だったらバッチリなんだけど、どうだい？
よし、決まりだ。悪いね、私の都合聞いてもらってさ。ああ、待ってるよ。楽しみだな。ぴったりだ、気が合うな。へえ、今日はなかなか決まってるじゃないか。うん、いい天気だ。空が澄み渡っててさ、並木道が見えるぞ。歩いてみたいな。落ち葉が絨毯みたいだな。これだけあれば何か変わったことできるかもな。そりゃいいや、寝心地良さそうだな。ほこりっぽいだろうけど。なあ、もうちょっと時間あるかい？なんだかまだ話し足りない気分なんだ。よし、決まりだ。私がおごるよ。行こ。ちょっと騒がしいかな。まあいいけどね。思ってたんだ、こういうところに二人で来る連中って何が楽しいのかってさ。今は分かる気がするよ。ほんの少しだけどね。お前の方はどうなんだい？しっかりやらなきゃ。補習なんてかっこ悪いよ。そうだろうな。へえ、そうかい。さてと、それじゃあ帰ろうか。まだちょっと話し足りない気もするけど、また来ればいいか。別に喫茶店は逃げないしな。今日はなかなかいい線行ってたぜ。それじゃあ一緒に帰ろうか。せっかく誘ってくれた。
会行ったばかりだろ。気持ちは嬉しいけど、ちょっとな。代わりに動物園なんてどうかな。よし、決まりだ。楽しみだな。ああ、わかったよ。待ってるからな。遅れるなよ。それじゃあな。ときしいな。